海上自衛隊、南シナ海で日本、アメリカ、インド、フィリピンと共同訓練を実施、護衛艦出雲、村雨が参加。本日、海上自衛隊とアメリカ海軍がこのような写真を公開しました。海上自衛隊は、護衛艦出雲及び村雨は5月3日から9日までの間、九州西方から南シナ海において、 日米、インピ共同巡航訓練を実施しました。本訓練を通じて、各国との相互理解の深化や信頼関係の強化を図ることができました。アメリカ海軍のウィリアム・ P ・ローレンス、インド海軍のコルカタ、シャクティ、およびフィリピン海軍のアンドレス・ボニホショウと、 共同巡航訓練を実施したと発表しております。こういった訓練、中国に対する大きな牽制になりますので、日本政府には今後も各国と共同訓練を積極的に行っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。